さあやっていきましょう。今回やっていくのはもうついにいよいよ使わせていただくことになったセルバンテスです。セルバンテス強いよ。セルバンテスはやっぱり、圧倒的に強いっすわ。やっぱりみなまで言うまい。もうこれはタスにしていく。ソウルキャリバータス。立ち上がれ。余裕、非常に余裕。もうケリー以外の全部使いやすいんじゃないかな。横投げはあんまり得意じゃないか。やっぱ縦かな基本は。純粋になんか操作感を楽しいんだよな。ダンダン。いやー強いね。使うのほんと久しぶりだけど、何のあれもない。使いにくさっていうのを感じない。余裕でござるよ。余裕だよ強いな。特に相手はこう、相手を倒してから、相手を倒してからこうぐんぐん攻めていけるっていうところが強いね。ちょっとゆっくり振ろうとしすぎたね。もう余裕よ、もう余裕よ。蹴りでいい、蹴りでいい強い。セルバンテス強すぎるよ。こんなのチートじゃないか。もうどの距離からでも攻められる。近いのはちょっと苦手かな。いやそうでもないな。いやなんかちょっとダメだな。相手の前で戦ってるな。これで落とせるんじゃない？落とせました。結構追い詰められてもなんかこうあんまり焦んないっていうところがやっぱ大きな違いかな。精神的に強いというか。どうでしょう。ね。ガンガンこうリング端に押していって、しかも投げて押しを投げて落とせる。しかも投げて落とせる。いやー強いよねやっぱり。これだ、それを出そうと今思ってて出ないなーと思って、これがこれ当たんないねあんまりね。
一生取られてんだけど、なんかあんまり負ける気はしない。ね、なんか振り回しとき当たるでしょみたいな。まあ適当に振り回してるだけでなんか特に語ることもないって感じなんだけど、まあ勝つわ、まあ勝つわ、強い、圧倒的に強いセルバンテスは。しかもセルバンテス使ってていいのは相手にセルバンテスが出ないということだね。相手ガードして振ろうとしてるのにこっちが間に合ってるもんね。させるか。強いわ。これなんで一気にこう相手の動きを封じた上でゴロゴロ回ってるところにズダーンって、え、相手滝なんだ。あ、なんか封印されたんだっけ滝に。もはや語るまい、もう勝ちしか見えん。まあ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 、これはね、これはナメプ接待プレイ。こんなんもあった、そういえば。ちょっと避け出した。強っ。ギリギリ追い込まれたけどなんとかなるっていう安心感がある。強っ。さあインフェルノどうなるかな。いやー、負ける気は全然してないな。負ける気は全然してない。は、段違い。あ、こんなんあったわ。こんなんあった。いやー、どうだろうな。強すぎないか、セルバンテスは。こっからでも別になんか焦りがない。あ、焦れ焦れ、慎重さがない。危ない。これはまずいかな。強い。
強いわセルバンテス。これまだ2回目のチャレンジでした。ノークリチャレンジ2回目でした。彼が失って久しいもの、かつて彼を支配していたもの。使い手を失った魔剣に手が伸びる。再び一つになる時が来たのだ。未だ消えぬ負の炎をかき分け、一人の男は姿を現す。己の一部を取り戻した彼は全てを思い出し、途切れた鎖はつながった。彼の船は再び海を恐怖に沈め染め、列強の軍艦すら深淵へと消し去る。怒りをあげよ、頬張れ、我が名はセルバンテス・デ・レオン。